でブラシでガシャガシャはビューティフルカーズはおすすめしません。なぜならブラシは洗っただけでこうツヤッとするのはこう傷がないからですよ。はい、本当全体的にサラサラっとしてて、もう素材の美しさをそのまま出してる感じですね。全然ちょっと汚がつかないでしょ。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズ洗車チャンネルの村上敦です。ゆきです。はい、今日はですね、いつも通りの僕の GR、はい、ヤリスなんですけど、まあ、今回愛知出張で往復700キロ走ってきました、はい、結構走りましたね。走りました。でそもそもがですね、はい、秋田から600キロ走ってきて、その後新潟まで往復500キロ走って、はい、今度愛知まで700キロ走って2000キロぐらい走ってますね。だいぶ走った。でもうそもそもその前からもサーキット走ったりなんだりしててですね、はい、もういろんなところにちょっと普段の洗車では落とせないところの汚れがね溜まってて、はい、すっきりさせたい。なるほど。室内とか、おエンジンルームとか、はい、あと秋田はね融雪剤がまかれるでしょ。まかれますよね。この車3年目なわけ、はい、4年目かなわけ、この前車検取ったんで。あで こういうホイールハウスとかね、はい、の中とかですね、そういうところもしっかりきれいにしたいんで、はい、今日は普段きれいにできないところまでしっかりきれいにしていくというのをですねご覧いただきたいと思います。ぜひ最後ご覧ください。それでは使うものを説明していきます、はい、基本的にビューティフルカーズのオンラインショップで販売しているこちらのものを使っていきます、はい、あまり特別なものはいらないです。でカーシャンプーですね、弱酸性カーシャンプー、コロイド洗浄剤、虫汚れリムーバー、果実酸クリーナー、ウォータースポットリムーバー、タールピッチリムーバー、イージーグロスコートナノ、イージーグロスコートプラス、はい、そして洗車スポンジ、切れ目が入っている傷つきにくい洗車スポンジ、はい、使い古した洗車スポンジを半分に切ったもの、はい、はい、そして縁なしのマイクロファイバークロス、あとはマイクロファイバークロスの S サイズ、はい、ここまで全部ビューティフルカーズのオンラインショップで売ってるものです。そうですね、まあ、それ以外で言うと、まあ、コストコで買ってきた安いクロス、はい、はい、ニトリル使い切り手袋、はい、こちらはワークマンさんで私たちは買っています。そうです、はい、黒くてかっこいいんです。あと厚くて切れにくいです。そうですね。その他には15リットルのバケツ、はい、ホームセンターで売ってるものです。さらにダイソーで売っているコップ洗いとペットボトル洗い、はい、はい、そしてこれは使い古しのクロスを切ったもの、はい、インダストリーコーアさんのブタケのブラシ、はい、小判ブラシだいぶ年季が入ってます。これ500円ぐらいで、ね、そうですね、ネットで探すと売ってますよ。2000円ぐらいで売ってるところもありますけど、本来500円ぐらいですからねこのスポンジはビューティフルカーズのオンラインショップ、はい、売ってます。何でもいいんです。柔らかくてこれぐらいの大きさのスポンジであれば。そしてこちらは口腔内ケア用のスポンジ。そうです。これは なんか隙間スポンジです、はいはい、さらに今日はですね、徹底的に洗いたい、徹底的に洗うっていうか普段洗えない細々したところをね、はい、洗いたいんでタイヤ外したいのでですね、はい、はい、ガレージジャッキ、はい、これアストロさんで買いましたねアストロ大好きですね。そうですね、はい、そしてトルクレンチ、これもアストロさんで買いましたね。そうです、はい、まあ何でもいいんですよ、どこでも。これアストロさんのトルクレンチ、そしてこれインパクトドライバー、これはもうちょっと世界の巻きだアストロさんでも売ってますけどね、売ってますね、いいんですけどね、はい、ない人はクロスレンチとかでも良いですよ、はい、はい、こんな感じでやっていきます。はい、お願いします。はい、はい、それではですね、はい、ちょっと今日はタイヤを外して、はい、このブレーキ周りとかね、このホイールハウスの中とか、はい、サーキットとか走ってねだいぶ汚くなってるので洗います。でせっかくタイヤ外したんでタイヤは外した状態で洗います、
はい。で、ちょっと馬がないので、そうですね。片側ずつやっていきます。はい、で、これガレージジャッキですね。はい。はい、車を傷めないガレージジャッキの上げ方、まあ、車によって違いますからね。はい。まずね、ちゃんとこういうね、なんですよ。このまま上げ、このまま使っちゃうと傷ついちゃうのでね。こういうの、これ付属なんですけど、こういうのもあった方が良いです。はい。で、ちょっと見、映せます？ここに、この車の場合はジャッキポイントがあります。あります。なので、このジャッキポイントにちゃんとこの溝がこういうふうに入るようにね。そうですね。すると傷が入らないです。そのままね、ジャッキかけちゃう人もいるんですけど、そうすると傷がついちゃいますからね。はい。気をつけてくださいね。その車に、車のジャッキポイントにしっかりアタッチメントつけて上げてあげるのが良いです。で、サイドブレーキちゃんと引いてあります。はい。で、上げますね。もうだいぶ浮いてきましたね。そうです。でね、 GR ヤリスの場合はですね、はい、後ろも上がっちゃうんですよ前は上げると浮いてますね。はい。なので片側上げると、片側前だけ上げると後ろも上がるんで楽です。楽ですね。はい。今日はインパクトレンチ使って外します。で、結構ね、ここインパクトレンチ使うとこギリギリじゃないですか。ギリギリですね。で、ここに傷つくんですよ。これついてるじゃないですか。ついてます。整備に出した時とかにつくんですよ。まあ、しょうがないんですけどね手でこう傷つけないようにするには、なるべく手でゆっくり回すとか、はい、あとこのソケットはですね、傷つきにくいようにここにプラスチックのカラーがついてるんですよ。で、さらにこうね、中だけ回るようにもなってるんですよ。うまく使うと傷を最小限にして外すことができます。こんな感じでね。おなるべく当てないんで、ここ持ってたらこう中だけ回りますからね、はい、傷つきにくいですよね。でも外れたらなるべくこっち側に、こっち側にすると当たっちゃいますからね、はい、こっち側にしないでこう触れないようにこう取ればいいですよ。感じでね。感じでね。で、最後の1本外すときに、はい、押さえてください、はい、やっぱ倒れてくる、ね、そうそう、ガタンとなっちゃうんで、で、ガタンとなった時にここ結構当たっちゃいますからね、押さえておくとガタンと来ないじゃないですか。そうですね。外すとこうガタンと来るんですけどね。で、このまま真っ直ぐここ引っ張って抜いてください。はい、はい、一応整備士なんで。そうです。はい、整備士時代からね、なるべく傷つけないようにね、気をつけて、はい、ましたよ。 お客さんのタイヤホイールをですね。いや、結構汚れてますね、キャリパー。汚いですよね。それサーキット走ってそのままですからね。忘れず、こうなっちゃうんですよ。あり、はい、ありなことですよね。そうですね。で、よいしょ。で、忘れたことないんですけど、今なんか考え事してて珍しく忘れました。でも今ちょうど止めた時に来たからね。そうですね。ビューンって回さない、ビュンビュンビューンって取っちゃわないのがね、まあ、傷つけないコツでもありますね。で、ここでしょ。よし。でも後ろはやっぱ前ほどではないですね。そうそう、全然車っていうのはですね、フロントブレーキがほとんどなんで。なるほど。あんまり後ろは汚れないですね。そしたらね、ここも汚いですもんね。ビューティフルカーズでなかなかこの中を洗うっていうのは珍しい。珍しいですよね。ですよね。この素材なんかあんま変わった素材だな。なんか、ね、なんかちょっと違う感じがします。違う感じがしますね。しかもこれ錆止めの塗装とかちょっとはみ出してるんだよね。そしてこれね、
車庫帳、車庫帳これもきれいにしたいんで洗っていきましょうか。はい、はい、そしたらですね純水器、はい、ありまして、まあ、別にね洗うときは最初は水道水でもいいような気もしますが、はい、のんびり洗いたいときはね純水ですよ。なぜならこう水道水がね乾いちゃいますからね。そうですね、こんなとこ純水で洗うのって言うけど洗えます。そしてですねこの純水器、今こちらがうちで今販売しているグリーンライフさんのビューティフルガーズ監修の純水器ピアニシスト、こちらは過去に販売していたビューティフルガーズのオリジナルの純水器、はい、今水道水をここを通してさらにここを通して出してます、はい、ここにメーターがついてましてですね、こう水を出している時にゼロじゃないですか。ゼロです。ゼロってことはちゃんと純水ってことです。はい、でピュアニッシュプロにはですねこうメーターついてないですよね。そうですね、ピュアニッシュプロはですねこういう別のメーターがついてます、はい、ここにしまえるようになってるんですけど、はい、このままこれが濡れちゃうと壊れちゃいますから使うときは出してください。 そしてもしピュアニッシュプロだけお買い求めになった方は水をですねこうキャップに溜めてですねここにオンにしたものを差し込んで、はい、ゼロだなというのを確認してください。ということで使っていきます、はい、まあ、水をかけてですね、ここ洗い、これ洗いたかったんですよね。ここ車庫帳なのでね、ここにね、はい、こうネジが切ってあるんですけど、ここがね、まあ、特に僕の車はですね秋田でも乗りますからね。そうですね、ここが融雪剤でこう塩がつくとここのネジ山が錆びちゃうと車庫を変えられなくなっちゃいますからね。わすごいですね、汚れがさ。そうですね、こんな感じで水かけて、まあ、洗い方はシンプルでですね、はい、コロイド洗浄剤で洗ってですね、さらにウォータースポットリムーバーでねこうタイヤが巻き上げたあの泥水によるシミみたいなのをウォータースポットリムーバーで拭いてあげれば取れますからね、はい、なんかかっこよくあわあわとかにしないですよ。これでただ洗うだけです。そうですね、本当にシンプルな。そうです、そうです、シンプルにね。ここもね洗っても無意味なんですよこれ。まあ、ここなんか鉄板にねなんか何かなんだこうシーラーコーキングみたいなのがされててね。そうですね、でさらにですねその上からですね、僕はあの秋田なんでね錆止めの塗装も塗ってもらってるんでね、まあ、一応洗いましたけど洗ってもあんまり変化ないですよ。わかりづらいですね。わかりづらいですね。これ何なんだろう、なんかちょっと繊維っぽいです、ね、素材なのかな。なんか大抵はプラスチックみたいな。そうですね、イメージですけど、なんか雨の音とかが聞こえにくくしてるのかな。ああ。まあめったに洗わないんですけど、はい、たまには洗いたいなと思ったんです。なるほど。ここ見えないんですけどね、車高低いから。まあそうですね、はい、ちょっとライトが欲しいですね。おい、あとはあれですね、ここです。これは車高調もまあ、あの、はい、洗えるだけ洗うって感じです。手の届く範囲って。そうそうですね、そうですね。あんまり汚れてるとかっこ悪いですからね。そうですね、うん、でね、スポンジだけで綺麗にしないでより綺麗にしたいときは、はい、スポンジであらかた大きい汚れを落としたら
クロスでねこう拭いてあげた方がより綺麗になりますからね。なんかやっぱクロス使うとだいぶ汚れ落ちますね。そうなんですよ。ちょっとね冬場の融雪剤が気になってたのでこうやって洗ってあげると安心ですね。そしてここも、まあ、ブレーキパッドね、ブレーキパッドにあまりあのなんでしょう、ブレーキパッドの素材を溶かしてしまうような酸性の洗剤とかはね、はい、使わない方が良いですから。コロイド洗浄剤はね優しい洗剤なんでね。そうですね、はい、なんかねこうシャカ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 とねブラシでやったらいいような気がするじゃない。しますね。でなんか泡いっぱいかけて、でもこのコロイドでねクロスで撫でてあげるとほら全然綺麗になるでしょ。今のところ使ったの3つだけですからねそうですね、水以外は3つしか使わずに、そうです、ね、洗い進めちゃってますから。そうですね、あの一般的な洗車動画とはもしかしたら、そうですね、全然違いますね逆に普通あんま使わない純水器は使うと。そうですね。でここからあもう綺麗だ、これは全然すっきりよ、もう ね、もう新品みたいですまあそれは言い過ぎ、ね、でもなんかね水も引くしね。そうですね、はい、自然になんでこんな引くんだ。これイージーグロスコートナノたまに塗ってるだけなんですよね。ナノが効いてるんですかね、効いてるんですかね。そしてお、ウォータースポットリムーバーね、はい、使い捨てのクロス、使い捨てというか使い古しのクロスでいいですから、はい、ちょっとウォータースポットリムーバーでですねこう出してですね、まずちょっとこの縁のあたり、この辺水が固まってますから。そうですね、普段やんないですから巻き上げてついちゃいますね。そうですね、お結構黒く、そうですね。でその上で、まあ、ちょっと、はい、またちょっと出してで、ここね、ここ中のカバーもですね。そう、ここはねなんか白っぽくなるじゃないですか。なりますね。で皆さんねなんか、はい、何か塗ってごまかすんですけど、そうです、どっちかといったらですねここはですね、はい、ウォータースポットリムーバーで綺麗になるんですよ。その巻き上げたところのもう汚れですから、ね、そうそうついてるとか、そうなんで別にタイヤつけてても隙間から手突っ込んでですね、そうですね、洗ってあげたらいいんですけど、今タイヤ切ってあげればより作業性上がります、ね、そうこの実はすげえ綺麗になりますからこれで、はい、ですね。あとどうせ出したんで、はい、ちょっとキャリパーの落ちてないところもちょっと撫でてみましょう。塗装面ですからね。そう金属とかに使っちゃうと、そうあれです。これをブレーキキャリパーにも含めてビワーッとかけたりするとね、そうです、良くないですけど、ここだけだったらねいいですからね。まああんま変わんなかったね。こんな感じで、こんな感じですと、はい、ここは綺麗にならないですよ。まあそれはそうですよね、うん、これ綺麗にするにはちょっと100万円ぐらいする機械が綺麗になるんですけど、これはね、はい、仮にコロイドかけてこうブラシでこすってもね、この素材は綺麗にならないですよ。はい、はい、まあ、
新車の時は綺麗でしょうけど、そう綺麗なんですけどね、このこういうザラザラの鋳物系の素材はね、はい、こうなっちゃうんですよね。タルピチリムーバーをね、はい、クロスにちょっと浸してこう撫でてあげたら綺麗になりますから、なりましたね。なりましたね。なりました。まあ、つきたてだったんでしょうね。その取れたんで比較的まだ。そうですね。でこう流す。このバネについてるこの黒いのもみんなタルピ、あのタイヤカスだと思うんで。はい。まあ、せっかくだから拭こうか。あ、ここ取れましたね。ここは傷だった。これは傷だ。でもこの辺はほら取れる、取れてますね、うん、おやきれい、かっこいいかっこいいなこれタルピチリムーバー使った後は、はい、ちょっともう一回コロイド洗浄剤でちょっと流してあげた方がより ベターですね。そうです、はい、ちょっと楽しくなってきた。もうここ楽しいな。まだ1本目ですけど、タイヤ。そうですね、こんな感じ。じゃあ後ろね、今度後ろやりますね。はい、この辺汚いもんね。あー汚れてます ね汚れてるもんね。フロント同様ね、なんか錆止めの塗装が結構飛んでるんですよ、はい、だからちょっとザラザラしちゃっててあまり綺麗にならない。あでも別にいいんですよ。あの一生懸命錆びないようにいっぱい塗ってくれたんでね。そうですね、ここに塗る必要はないんだけれども、どうせ黒と黒であんまり見えないですし、あとここはやっぱ不織布みたいな紙みたいななんですね。あ、うん、だからこれはやっぱりあのプラスチックだとザーッと音がすごいしちゃうからですね。なるほど。切ってるしこれ切ってるんですよ。ああ、タイヤが当たるから。そうですね、加工してますね。加工してるんですよ。でもね、なんか謎のネジとか打たれてるし、あのもう走るために、走るために将来錆びてくるかもしれませんが、まあそれはその時という、そうですね、はい。そうね、ホイールのオフセットがね、間違えましたね。ホイールのサイズ間違えましたね。あのヤリス乗りの皆さん、あの僕ちょっとなんかへそ曲がりでですね、 9J の、はい、あのこれはいいんです。これは 9.5J の45はバッチリだったんですよ、はい、でなんかちょっとサーキット用に 9J のホイールが欲しくて、しかもウェッツの TC105X っていうホイールが欲しくて、はい、で9J に補足して45にしたらすごい中に引っ込んじゃってかっこ悪かったんですよホイールが、はい、で45オフセット45の次が32しかなくてですね、32でいいかって言ったらちょっと表に出すぎちゃってここに当たるんですよ。 なのでやりすぎの皆さん、リアは 9.5J の45が正解です。大事ですね。はい、黙って 9.5J 買えばよかったね。ただそうするとフロントが合わないんですよね。フロントは 9.5J の45に少しスペーサーをかませないと後ろが当たるらしいですよ。あ、内側が当たるらしいですよね。でもスペーサーは嫌だからね。ちなみに 9J の32は前はバッチリなんですよ。不思議ですね。
投資じゃないんですね。投資じゃないんですよね。てかまあなんか投資だとフロントが結構中入っちゃうんですよね、ヤリスは。あでしかもその太いと当たっちゃうんですよね。厄介ですね。はい、あの QJ の45はね投資でいけるっすよ。あのいけたんですよ、はい、でも QJ の45はどっちもすげえ中が引っ込んじゃってあんまかっこよくないんですよ、まあ、っていうなんかどうでもいい話でしたねでもヤリス乗ってる方多いですからやっぱね、まあ実際サーキット走られてる方もいらっしゃいますから、ね、そうですね。だから今上あちなみにこの本当なこのこっちのですね、はい、9.5J のリアが45、フロントが38は完璧ですでウェッツスポーツの TC105X の 9.5J だとよ多分リアの45は完璧なんですよ、はい、フロントが確かね30、それも30なんか何だったかな、あの38ではなくてもうちょっと表に出るサイズなんですよ、はい、そうするとなんか今度フロントがはみ出すんじゃないか疑惑があってですね、はみ出しはちょっと嫌ですね。そうなんですよ。でも今そっちも顔そっちにしようか悩んでますまあでももう切っちゃったんだからこのままにしとけって話ですか。これだとね255のタイヤ255だとちょうどいいんですけどね。でこれ 9.5J に255はちょっと引っ張りになっちゃうんでね、はい、でも皆さん265を履かすんですよね。9.5J に265を履かすと本当にサーキットで速く走れるみたいで、でもあの僕の場合はそこも天の弱なんでね、なぜか255を履かせたかったんですよねなぜならば255はあの直径がですね、はい、その純正のサイズとほとんど同じなんですよ、タイヤの直径が。で265を履かすとちょっと大きくなっちゃうんですよ。となるとメーターがメーターの誤差もありますし、なんか加速悪くなるじゃんみたいなんですね。まあそうですね。で皆さんあのブーストアップとかして馬力を350馬力とかにしてるから、はい、あの265にするんですけど、あカバーできるからってことですね。そう、僕の場合はそのブーストアップはなんとか天の弱なんてしないので直径でかくしたくないとか、なんかいろいろなんか天の弱すぎて結局うまくいってないっていうね前途多難ですね。何なんですかね。さあじゃあちょっとあのもうこれで大丈夫ですね、はい、であとじゃあホイールも洗っちゃいますかね。ホイールですね。ホイールもね、ホイールとタイヤね。これタイヤワックス塗ってないんですよ。綺麗ですよ、ね、でもタイヤもイージーグロスコートなのしか使ってないんですよ。やっぱ皆さんついあのあれですよね、ツヤツヤとかに。そうそう、タイヤも下がりますもんね。下がりますけどね、何もしてなくてもこれだけ綺麗ですからね。そうですよ、ブレーキダスト今すごいですけど洗えば綺麗になりますし、横だけツヤツヤにするともう結構嫌なのがね、こことの境目がね、はい、出ちゃうじゃない。ありますね、確かに、うん、でこっちまで、あとタイヤワックスってまずこの接地面に塗っちゃったらね、はい、滑っちゃいますからね。そうですね、ということでね、いろいろ嫌なんですよ。よいしょ、よし。そしてでも水で流しただけでもなんかパッと見すごい綺麗なんです、ね、そう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 、この前綺麗にしたばっ、これこまめに洗ってますからね、この前も同じ方法で綺麗にしたばっかりなのですぐ綺麗になりますよ。でちょっとねスポンジ、はい、今ホイールハウスの中とか洗ってるんで、ね、ここに砂がついてると傷つく原因になるのでね、しっかり洗って綺麗にします。でコロイド洗浄剤をタイヤとホイールにかけます。そしてブタケのブラシでブラッシングします。よいしょ。そしてスポンジで砂を寄せてあげます。傷の原因になるから、はい、特にここは傷が目立つから、まあ、最初にね、この優しく優しくですね。そう、洗うというよりかは砂を寄せる作業です。これはね、一筆書きで砂を寄せるイメージですね。そう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 、もう茶色い汚れが浮いてきました ね。これはブレーキダストですね。結
構な長距離走られましたもんね。そうですね、だいぶ走ったね。往復600キロですか700キロですか。往復700キロです、ね、あ、結構行きましたね。はい、でこう砂を寄せてちゃんと落とす、ちゃんと汚れを落とすのはマイクロファイバークラスね。はい、一度で落としきらないってことですね。いきなりそう、スポンジで全部落とそうと思うとゴシゴシこすっちゃいますし。そうですね、マイクロファイバークロスで最初からやっちゃいますとマイクロファイバークロスに砂がね、あの取り込まれちゃってそれで傷つけちゃいますから、スポンジで砂を寄せてマイクロファイバークロスで、しっかり汚れを落とすと、はい、スポンジは砂を落とすと、マイクロファイバークロスは汚れを落とすと、区別すると傷つきません。目的を分けて使っているんですね。そうです。でブラシでガシャガシャはビューティフルカーズはおすすめしません。なぜならブラシは点で当たるからです。そうですね、スポンジはもうマイクロファイバークロス、どっちも面で当たるからですね。裏ですね、はい、もう今日なんかオイルと足回り洗ったらボディ洗わないで終わりたいぐらいなよいしょ。まあでも視聴者の方は別に一度に全部洗わなくてもいいですからね。そうですね、しかもまあ半日とかかけてのんびりやればいいんですけどね。ちょっと撮影してますんでね、あの電池の問題もありますからねまあまあ急がないといけないという、ね、チョコレートのように汁がそうですね、まあ、このスポンジもこまめにねちょっと洗ってあげる方が良いですよ。はい、うん、まあ、ずっと使いっぱなしだと汚れ引きずっちゃいますからね。そうなんです、そうなんです。そしたら最後はブタケのブラシで汚れを、浮いてきたタイヤの汚れをしっかり落とすと。はい、そしたら次にマイクロファイバークロスを使って綺麗に、さらに綺麗にしていきます。はい、もう一回コロイドクリーナーを吹きかけます。今取りきれなかった汚れを落としていくんですよね。そう、取りきれなかったっていうかね、取りきってないんです。あ、隅々とかをね、隅々までスポンジで綺麗にしようとするとスポンジを押し付けてね擦ることになるんで。そうですね、でですね、撫でるようにね。はい、ここも力はいらない。そうそう、本当撫でる。傷つける原因はもうゴシゴシ擦ることですからね。砂を引っ張ることと、はい、まあ、あとは硬いもので擦ることと、あと硬くないにしても力入れて擦っちゃうことですね。擦るっていうのは一番ダメなことです。ダメですね。でも皆さんなんかお掃除って擦りたくなるでしょ。そうですね、ゴシゴシするね、ゴシゴシお掃除するって思うじゃないですか。思いますね。そこが間違いですからね、なでなでするんですよやっぱデッキブラシとかでゴシゴシとかそういうイメージが強いですね。そうですね、そうなんですね。そうブラシでシャカシャカするとか、まあ、硬いブラシでゴシゴシするとか、そうすると傷ついちゃうんです。
はい、まあ、ゴムをこれでこうゴシゴシしてますけど、それゴムはあのなんでしょう、柔らかいので、このしかもブタケのブラシでこする分には傷つかないんですよ。そうですね、うん、で塗装面は柔らかいんで簡単に傷ついちゃうってことですね、はい、だからこう洗った時にもう洗っただけでこうツヤッとするのはこう傷がないからですよ、はい、ね、塗装面ってやっぱ思ってるよりも柔らかいですよね。そうです、そうです、そうなんですよ。なんか塗装されてるから大丈夫っていう印象を抱いちゃいますけど、じゃ柔らかいんですよね、塗装って柔らかいんですよ、うん、塗装は柔らかいんです。そもそも塗装って樹脂ですしね、で柔らかいんですよ、樹脂の中でも、はい、まあ、動きますからね、その鉄板だからこう曲がりますしね。そうですね、熱でも伸びたり縮んだりしますしね。あのそうだ、ちょうど今回ですね、はい、シートメーカーのブリットさんに見学しに行ってきたんですよね、はい、でプリットさん の, そのシートの本体 FRP でね、成形してるあの部署にも行ったんですよね、はい、で、その見てもらうと分かるんですけど、その後ろにこう出てるんですよね、美しくカーボンの字がつやっと。でそれってこう成形する時とかに傷ついたりしないんですかと、で傷とかついたら磨いたりするんですかって聞いたら、磨いてるんですよちゃんと。なるほど。ちゃんとポリッシャー使って磨いてたんですよ、はい、でもその磨き方がね、なんか金属の研磨と同じようなバフ使って磨いてるんですね、まあ、ちょっとよくわかんないと思いますけど、あの磨いてるんですよ、はい、で、あ、その磨き方、この磨き方で塗装って磨けないですかねって言ったらね、車の塗装はもう柔らかすぎてこれでやるともうバリッと剥げちゃいますと、はい、だからあのその FRP の成形してるその表面のゲルコートは樹脂が硬いから、はい、その磨き方でも磨けますと。なるほど。そう、でも車の塗装は柔らかいからその磨き方するとダメですと、はい、そう、やっぱりね車の塗装は柔らかいんですよ。はいはい、まあ、これがやっぱ浸透してないですよね。そうですよ。しかもそのじゃあ車の塗装より硬いその樹脂の部分をもしブラシでゴシゴシこすたわしとかブラシでこすったら傷ついちゃいますからね、はい、そうですね。そう、でもみんななぜか車はブラシでこすりたいんですよ。わかります？なんででしょうね、このおかしな矛盾。しかもその砂がついた状態でなおかつブラシでこすったりするんですよ、はい、ね、で傷つけたくないと今度は触りたくないからって言って何度も泡かけたり、なんか何度も高圧洗浄機でやったりするんですよ。そうです、ね、いやいや、シンプルにスポンジでさっと寄せてあげたら良いんですよ。なんかでも日本人の習性なのか分かんないですけど、はい、よそのもの好きですよね、海外もの。そうなんですよね。あ、それもねちょっとねあれですよ、本当に矛盾を感じるんですけど、はい、僕はもう26年この業界にいるじゃないですか。そうですね。そうするとね、こう、あ、車こんなに綺麗にするのなんて、こうあんまりその車を綺麗にすることに興味のない社長さんとかから言われるわけね、はい、でね、いや、こんな仕事って日本だから通用するんでしょみたいな、日本人ぐらいでしょそんな車きれいにして乗りたいのは、はい、日本人ってほらきれい好きだし。そうですね。海外とか行ったらもう車なんてもうボロボロだからねって、そのボコボコだからねとかって言われるわけ、はい、まあ、実際なんかね、例えばパリとかはね、縦列駐車の時にね、なんか前後の車を押しのけて出ていくとか言うじゃないですか、みたいですね。そう、つまり日本人って綺麗好きだよねって言われてるんですよ、はい、日本人ぐらいでしょそんなに細かく綺麗にしたいのって、まあ、実際そうですよね。そうです、日本人が一番細かいんですよ、はい、なんで海外製品になっちゃうんですかね。やっぱ、まあ、あの輸入雑貨とか輸入されたお菓子とかと同じです。そうですよね。だから日本人って海外ブランド好きじゃないですか。好きです、ね、でもだから日本人は綺麗好きだし繊細だって言われてるのに、
言われていて、この車をきれいに保つっていうそのオートディテーリングなわけだけれども、はい、まあ、オートディテーリングの発祥は欧米なんだけれども、それを日本人が、ね、日本人の感覚で、まあ、物を開発したりやり方を作ったりしているんだが、なぜかその今はその海外製品がいいと思っている人たちが多くて、でもそもそも物をきれいにするって感覚は日本人の方が優れているのに、海外製品がいいって言ってる、なんかいろいろ矛盾感じません？ありますね。そうですよね、僕が感じてるんです。でもさらに言うと、こう日本人ってさ、日本の文化って減らしていく文化じゃないですか。そうですね。枯れ山水とかね、あのこうそぎ落としてそぎ落としていくじゃないですか。そうですね、わびさびみたいな。だから結局ですね、あの、まあ、僕がやってる洗い方とかね、はい、だとこうシンプルになっちゃってるわけ。そうですね。でもそうすると、なんか そんなやり方で綺麗になるわけないじゃんと、もっと大掛かりな方が良いじゃんみたいな話で、あのなんかすごそうに見える方法を選んじゃいますけど、もともと綺麗に保つみたいな意識が高いのは日本人で、で日本人はその技術を洗練させていく能力があるわけだから、結果そんな簡単な方法でいいのみたいなやり方に落ち着くと、はい、だから皆さん信じてですね、あのシンプルな方法を真似してくれれば良いんじゃないのかなと思いますね。そうですね、なんかそれを自分に、なんかその大掛かりをやってるなことをやってる自分に酔いしれてるのかわかりませんけど、そうです、まあ、かっこいい気がしますからね。かっこいい気がしますから、やっぱかっこいい気がしますからね。自己満足になっちゃ、戦車は自己満足っていうのも、そういうのもあるのかなというふうにも、確かにね、思いますね。だからこう日本のやり方でも、もうちょっと研ぎ澄ませばいいんでしょうけどね、僕が、あのもうちょっとかっこよくしちゃえばいいんでしょうけどね。まあでも洗車毎回同じ状態じゃないですからね、車が。確かにね、ある程度は応用でやってるところもありますもんね。そうですね。さあということでですね、はい、あの洗い終わりました。洗い終わりましたね。でちょっと今キャリパーもね、はい、あの拭いたので、イージーグロスコートなのでちょっと拭きました。今拭きました。これでタイヤを戻していく。したらタイヤを戻すんですけど、本当はねこのハブボルト乾かしたいんですけどね。ああもう乾いてるね。ブレーキローターがかなり乾いてきてますね。そうですね。じゃあ大丈夫だね。はい、で今ちょっと洗ったんで、はい、一応ボルトをつける前にハブボルト乾かそうと思います。はい、別にねそのままでいいんですけど、なんかねちょうど最近なんかネット界隈でこの、はい、僕のタイムラインにこのハブボルトのなんかトピックが流れてきてなので一応念には念をですね、乾いた状態でね、せっかく、まあ、動画でね正しい情報をお伝えしなきゃいけないから、今日メインこれだね。これで多分30分ぐらいは使ってますね。そうね、メインこれですね。今日これで終わりますね。てかもうあのボディ洗うのは簡単だからね。まあそうですね、ボディはそうそういつも通りサクッと終わりますからね。サクッと終わりますからね。だから徹底的に洗うイコールなんかあれでしたね。そうですね、なんかめちゃくちゃコーティングするじゃなくて、なんかあのタイヤ外して
外したところをコロイド洗浄剤で洗うっていう、普段やらないところをことごとく綺麗に洗うだけっていうね感じでしたね。そうですね、だからあれですね、視聴者の方にとっては、まあ、例えばスタッドレスから夏タイヤ履き替えるときに、そうそうそう、しかもなんかいつも通り、つまり洗ってるってことには変わりないので、そうですね、結果いつも通りのことをやっているだけと、まあ、ご自宅でも真似していただけるようなことですね。そうですね、本当そうですね、難しいことを我々発信してませんからね。そうなんですよ、だって、ね、物を洗ってるだけなんですから単純に綺麗にしてるだけですから、ね、ここゴムじゃん、はい、ここもゴムじゃん、そうです、同じなんですよ毎回やってること変わらないですから、ね、変わらないんですよ、変わらないんですよ。でここプラスチックじゃん、プラスチックですね、要は無塗装プラスチックじゃん、はい、じゃあカウルトップとかと同じですからね。そうですね、結局のところがね、はい、何も特別なことしない、音しないと、そうですよ、そして汚れをしっかり落としてあげて傷をつけないと、ね、そうするとこんなにね、要は傷シャカシャカブラシでこすったりすると細かい傷がつくわけ、そうです、で曇るわけ、あ、もうちょっと曇ダメだ、傷をつけなければくすまないですか、ね、くすまないし汚れもつきにくいですよね。結局表面がザラザラになるからそこに汚れが引っかかったりですね、そうです、でそこからその塗装が劣化したりとかですね、はい、いろいろあるわけですよ。そういうことも起きないわけですか、ないです、ないです、そうですよ、だって新品のホイールは綺麗なんですよ、新品の車も綺麗なんですよ、綺麗です、綺麗です、だから新品の状態を保てばいいだけなんですよ、そこからさらになんかツヤを乗せなくてももう綺麗なんですよ、ね、そのブリッドさんだってそうですよ、その磨いて仕上げてますけど その後別に何かツヤ出し塗ってないですからね、そうですね、それで美しいんですよ、大掛かりなことはしなくても大丈夫です、ね、そう大丈夫なんですよ基本的には、はい、塗って一時すごいツヤが出るかもしれませんけどその後どうなるかね、分かんないわけですよ。そうですね、その先のことまでは、そうですよ、ものすごく厚い被膜がつきます、それどうなるんですか、じゃあその後、そうですね、そう、え、それがじゃあ落ちていくときに綺麗に落ちるんですかっていうことですよね。1年後5年後10年後、そうそう、どうやって落ちていくんですかと、何ミクロンつく膜厚のものがなんか効果が半年だとしたら、じゃあその半年でその何ミクロンがどうなっちゃってるんですかと。そうですね、そうなんですよ、だからまあビューティフルカーズの場合はイージーグロスコートナノとかプラスは、まあ、ナノはそもそも定着しないで落ちていくようになってますし、でプラスはちょっと被膜みたいになりますけど、でもプラスもまあ落ちていくようになってるんですよ、はい、残っておかしくなったりしなせず、ちゃんと悪影響を与えないで落ちていくと。でお店でやるようなコーティングはあの逆に落ちない、全く落ちない、何年経っても劣化しない、落ちないようなものになってます。何年持つの、いやずっとついてますというものになってるんですよ、はい、すいません、でこれね、ちょっとはめるのもね、はめるの、はめるときにしっかりこの真ん中合わせて、はい、で1本目を締めればあとセンター出てるんで、なるほど、あとは当たんなくなりますからね。でですね、はい、ハブリング入ってるんです、ここにちゃんとね、ありますね、ね、ここがこのハブとセンターが合うんで、はい、今みたいにですね、このホイールナットの部分のこうした時にですね、ちゃんとセンターが出ているから、ここちゃんとここで真ん中合わさって、そうですね、どこにも当たらないんですけど、ハブリング入れてない場合はこのナットに対してこう引っかかってるみたいになってますから、この皿の部分でセンター合わせていかなきゃいけないんで、最初絶対ずれるのでこれが、はい、
だからこの状態で工具入れられないんですよね。工具入れるとこう絶対当たっちゃうんですよね。こうハブリングがあるとちゃんとセンターが出てるんで、こう一発目からでもこう いけるんですけどね。いけましたね、はい。でハブリングちゃんと入ってると、このホイールのボルトにこうこのボルトにですね、ハブボルトにホイールを乗っけることもないから、はい、ハブボルトに傷つくことも減りますよね。そうですね、ゴゴゴって入らないですからね、はい。まあ、純正はしっかりハブの径が合うようになってるんですけどね。社外品はいろんなメーカーにつけなきゃいけないから、真ん中の穴がでかいんですけどね、はい。で普通の人はハブボルト、ハブリング入れないですからね。でハブボルト痛めちゃう、ね、よし。そしてタイヤを下ろすと、はい、下ろすときドカッと下ろさないで、ね、そうですね、ゆっくり下ろしましょうね。ダメージがいきますからね。そうですね。そしてトルクレンチですね、はい。トルクレンチはですね、こう最初緩めておいて、はい、で使うときに合わせましょう。で使い終わったらまた緩めておきましょう、はい。中のバネがね、癖がついちゃうんでね。あ、はい。で大体ですね、はい、110ニュートンぐらいにしておきます。多分ちょっと強いんですけど、メーカーによって108ニュートンとか102ニュートンとか、まあ、100ニュートン前後なんですけど、はい、結構弱いんですよ。そうですね、なんかたまに緩んできたりするんで、たまにっていうか、まあ、ちょっと弱いんで110ニュートンにしておきます、はいはい。でもこれ締めすぎるとハブボルトダメにしますからね。やっぱ適切なトルクをかけてあげることが、そうですね。でた対角線上に星型みたいにね、そうですね、やりますね、はい。で今インパクトレンチで締めてましたけど、はい、インパクトレンチでガガガガガッと締めるともう締まりすぎになっちゃうんで、はい、今インパクトレンチはこう当たったところで止めてたので、ちゃんとここで締まるでしょ、少しちゃんと締まってカチンっていくでしょ、はい。ちゃんとその締まりしろを残しとかないとダメですよ。インパクトレンチでガガガガってやるともう締まんないでコクンっていうから、それはもうトルクレンチ以上にいってるだけですからね、はい。はいはい、これで片側終了、終わりましたね、はい。残り半分同じことを繰り返します、はい、はい。何してるんですか。これね、ここが綺麗になることが分かっちゃったんですよ、はい。ちょっと反対見てみてください。え、めっちゃ綺麗になったでしょめっちゃ綺麗になんか新品みたいですね。そうそうそう、こっちがちょっとね、ダメ元でやってみたらすっごい綺麗になったんで、はい、ちょっとこっちもね、もう一回外してやってる、見てみて。ここさっきこういうところは綺麗にならないんですよって言ってたじゃないですか。そうですね、だから皆さんこれ参考にしないでくださいね。これあんまりこういうのはビューティフルカーズらしくないので、うん、これ真鍮ブラシがこう、はい、電動ドライバーについて回るやつ、ね。これでちょっと本当はここを磨くためにね、ここちょっと今ジャザーが出てるんで、ここをちょっと磨くために買ってきたんですけど、試しにここちょっとやったらね、ここもう綺麗になることが分かったんです。一瞬で字が出てきましたよ。そうなんです。そしてね、やっぱり僕は磨き屋なので、はい、こうなったらですね、何種類かあるのでですね、こううまいこと使い分けるとですね、はい、すげえ隅々まで綺麗になることが分かっちゃったんですよ。楽しくて
とここ、はい、これ全部やってたら切れないからこの見えるとこだけなんですけど、ここもね、ほらサビが取れてきました、ね、やばくないですか。ということで、はい、あの綺麗にしていくんで、はい、綺麗になったら、あ、まあ、反対側みたいにしちゃいます。はい、はい、ビューティフルカーズ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 、はい、というわけでですね、はい、今日は徹底洗車っていうつもりでやり始めたんですけど、はい、徹底洗車してたらホイールハウスだけで終わっちゃいましたホイールハウスとタイヤとホイールね。そうですね、はい、で見てください、こんな感じですね。このまずホイールハウスね、めちゃくちゃ綺麗です。まあまあ綺麗でしょ。なので何かコーティング剤をここに塗ったりするとね、はい、かえってその時は黒黒しても、はい、その後それが劣化してね、なんかかえって変な汚れになったり、はい、あとはね、やっぱりこういうところっていろんな部品がありますから ね、こういうものを傷めたりする可能性がありますから、まあ本当にほら全然手に汚れがつかないでしょ。おー、すごい。こういうふうに綺麗にしてあげれば良いかなと、はい、ショックもね思います。綺麗ですね。そしてちょっとまあついでにやったここもねすごい綺麗に新車っぽいですね。ここだけすごい綺麗になりました。はい、おお。ちょっと今タイヤをつけますんで、はい、仕上がりを見てみてください。はい、なんかもうキラキラしてますね。キラキラしてる、キラ、本当にキラキラしてます。反射がすごいです。 いろんなものがね全部なんかでも、ね、塗ったのナノだけですよね。そうですね、もうだいぶなんかウキウキっすね。なんか ボディも本当洗わなきゃいけないんだけどなんか こういうことを今までやっぱりささっときれいにするみたいなコンセプトでずっとやってたから、そうですね、すごいスッキリ。ここのね、このキャリパーもね、そうだ、汚れないんだから手が。そうですね、あれだけ真っ黒でしたからね、さっきまで、ね、清潔感がね、あるよね。あります、あります。やっぱりあれですね、ビューティフルカーズというかね、僕の洗車はあれですね、すべてが清潔感が出ますね。タイヤもほら、手汚れないからね。ワックスとか塗っちゃうとついちゃいますからね。そうそうそう、もう触るとこうベトッとついたりするじゃないですか。でまあ、こうや変なねやらしい光沢もないですしね。ないですね。なんかサラッとしてね、全体的にサラサラ、そうサラサラっとしててね。間違った違う、ええ、あ、こうだ、いいんじゃないですか。本当全体的にサラサラっとしてて、もう素材の美しさをそのまま出してる感じですね、はい、そうですね、うん、だってそれで良いんだもん。特別なことは何もしてないですからね。そうなんですよ。なんかこう何かを塗ってねツヤツヤにするんじゃなくて、こうそもそも車っていうのはね、車の部品も全てなんですけど、もともと美しく仕上がってますからね。そうです、基本はそれを、まあ、守ると。そしてちょっと今回そのブレーキディスクの中のところはなんか磨きみたいになってましたけどまあそうなっちゃった、なんかちょっと傷んだり傷ついたものはもうちゃんと磨くというのがいいんじゃないかなと思いますね。じゃあこれで完成ですね。完璧。見てください、見てください見てください、すげえすっきり綺麗ですね。綺麗です。もう後ろも綺麗なんですよ。後ろも、後ろはもうキャリパーもね色も変わってないからもうなお綺麗。おお、ね、綺麗綺麗。はい、ということでですね、普段は表面をボディを手間暇かけずにささっと洗ってますけど、はい、まあ、時にはですねこういうタイヤハウスとかですね。そうですね、まあ、言っても正味多分2時間ぐらいだと思うんですけど。そうですね、1箇所30分ぐらいなかなか普段のビューティフルカーズは考えれないんですけど ね、コツコツやってみるのも良いんじゃないでしょうか。そして道具やね使うものはいつもと変わりませんから、はい、はい、皆さん参考にね
してみてください。はい。今日の動画が面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価と通知のお願いします。コメントもお待ちしております。いや本当に気分気持ちがいいです。よかったです。はい、次の動画も楽しみにしてください。